10月17日木曜日、こんにちは、コナイルライブ DJ 森一郎です。こんにちは、小野島かなほです。小野島さん、もう昨日のね、一昨日の台風からね、一転してだいぶね、東京は天気いいですけれども、暖かくなってきたかなと思ったら寒い。そうですね、何着ていいか分かんないですよ、最近。服着て。いやいや、そういうんじゃなくて。あ、そういうことじゃなくて。セーターとかね。衣替えしたんで、おうおうおう、何着ていいか分かんないなと思って。一番なんかね、そういうの着るのに迷うよね。そうですね、この時期が一番迷います、ね。でも女子はほらね、あ、おしゃれはね、我慢なんて言いますからね。我慢してますか？してますよ。してますか？はい。本当に？今日はちょっとストッキング履いてるんですけど、素足にしたりとか、おうおう、頑張って。私いつも素足よ。いやいやいや、ズボン履いてるじゃないですか。それはズボンも履くけども、ズボン履かなかったら捕まるでしょうよ。それストッキング履かないよってことですよ。そうですよね、うん、捕まっちゃいますよ。まあね、コナミにあのブラリーマンもいますからね、タグさん。いや、そうなんですかじゃないよ。そんな小声で話すと本当にみたいになっちゃうじゃん。びっくりするでしょそれ。さあ今日はですね、我慢の足りない方をね、ゲストでお呼びしたいと思いますが、まずはこの番組の趣旨、ご案内いたしましょう。はい、この番組は毎週木曜日12時15分から13時までのお昼の時間帯で、旬な情報や最近のトレンド、共感できることや共感できないことも毎回テーマを決め、リスナーと一緒に語ってしまおうという丸ごとエンターテインメントの放送を目指しています。はい、さあ本日はですね、ビーマニ 2DX でもおなじみの女性シンガー星野かな子さんが、あのわがまま娘、あ、違う、新曲の紹介を遊び、兼ねてね、遊びに来てくれます。オープニングは太陽、ビートマニア 2DX レッド収録デビュー曲でした。さあということで早速ゲストをお迎えしましょう。星野かな子さんです。あ、こんにちは、星野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうね、はい、まあ何、小野島がなんかあの我慢足らないとか言っちゃってごめんなさいね。妹出ても誰ですか。あ、すいませんでした。いや、星野さんとね、はい、いろんな話をね、この番組が始まる前にしてて、いっぱいしました ね。今日はもう英語は一切禁止で。そうです、ね、いたらあれでしたよね、いたらっつってもう、あの、ね、英語チックも禁止です。それも禁止。それもダメですか。ダメです、ダメです。いたらデコピン。お、何で迷ったの今。ピンが英語かと思ったの今。デコピン、デコピン。なるほど、はい、じゃあ英語なしの、英語なしの方向でね、はい、方向で行きましょう。あのね、ごめんなさい、はい、あなたの曲紹介一切できなくなったそれ。それは、そこは OK。 あ、そこは OK なんだ。ちょっと改めて星野さんの、はい、プロフィールご紹介させてください。はい、ビーマニオーディション2004を制し、ビートマニア 2DX11 レッドよりボーカリストとしてデビュー。異例の速さの楽曲をリリース。ビジュアルもさることながら、その透き通るような歌声は聴く者の心を魅了します。あ、まあいい声でありがとうございます。あ、まあいい声でありがとうございます。ねえ、あのゴマストゲゴマストゲ、さっきすられたから俺も。すごいはみ出てる。、うん、はみ出てる、器からはみ出てるって、ね。さあということでですね、はい、番組後半には星野さんの新曲、はい、カエルカエル店長流しちゃいたいと思いますので、はい、お楽しみに。楽しみに。はい、さらにですね、本日番組放送中につぶやいてくれた方の中から抽選でですね、星野さんの直筆サイン入り中月プレゼントをおっしゃいたいと思います。中月、うん、中、否定して否定して、中ないでしょ。やりますじゃない。やれることは何でもやります。やりますじゃない。何の選挙なんだそれ。やりません。じゃあ後で否定するとか否定する、うん、あ、後ほど、はい、中してくれるの、はい、困る、こんな僕足きしにです。ぜひね、皆さんたくさんのご応募お待ちしております。さあ番組中もですね、引き続きリクエスト募集しております。はい、リクエスト方法は2つございます。はい、1つ目はユーストリームの画面下、番組について欄に曲名が表示されています。コピーしてソーシャルストリームにてつぶやいてください。はい、2つ目はこなゆる番組ホームページのリクエストするボタンからの投稿もできます。はい、ということで、はい、次ですね、あのトークテーマと一緒に合わせてね、お送りいただきたいと思います。今日のテーマは心に残るあの一色ということなんです。心に残るあの一色、はい、日本人なら米だろとかね、そうですね、味噌汁だろなんて言いますけどもね。星野さんどうですか、心に残るあの一色。そうですね、うん、麺が好きなので麺ですかね。おお、それはイケメンの方ですか。あ、イケメンも昔は好きでしたけど、昔と今が違うっていう。そうですね、うん、やっぱ年を重ねて、うん、はい、悲しい話になりそうですかそれ。大丈夫ですか。ちょっと1時間じゃ足りないですけど。じゃあちょっと時間いただけるでしょうか。いや麺が好き。麺が大好きです、うん、そうめん、ラーメン、ラーメン、うどん、そば、そば、うん、あの全部言っていく感じになっちゃう、それ。うん、うん、パスタ、はい、
そば、うん、ラーメン、あ、ごめんなさい、パスタ、ラーメン、そば、うん、あ、それね、あなたのじゃあ順番ね、順番、パスタ、パスタ、ラーメン、そばが大好き。へえ、おすすめのお店とかってあります、はい、あ、ずっと昔から行ってるのは、うん、自分の地元の駅の近くにある洋食屋さんのパスタがもうこれ一押しです、うん、どういうパスタなんです？え、なんか独自の手法で作られた、うん、大抵そうだね大抵そうだね、じゃなければ店で売ってるもの、 なんて言うんでしょうか、うん、あの本当オリジナルで作っちゃった、それ一緒だよ今言ってること。いやだからいやなんか大体ほら、うん、え、なんて言うんですか、ナポリタンとかって、うん、伝統的な、わかります、言ってること、いや分かるよ、俺も分かるよ、小野島に今ね分かりますって言ったけど、俺も分かる、俺も分かるんだけど、あえて定番ね、じゃなくって、うんうん、はいはい、本当にその店主が考えたような、うん、ハラペのチーズと黒ごまとツナと、うん、なんか、うん、あのね、なんかが聞きたいの俺たちのなんかソースのパスタ、うん、クリームソースみたいな、ほう、よく分からないけれどもクリームソースなんですね、ベースが。そうです、あ、ていうかいっぱいあります、いろいろあります。あの、そこの店のじゃあパスタがうまいんだ。うま、何でも美味しい。へえ、なんていう店です？あ、それはちょっと言えない。なんなの？なんなの？私が引っ越したら、うん、ぜひ教えます。でも私は死ぬ前に、うん、そこのパスタを食べて死にたい、うん、で思うぐらい大好きな最後の晩餐的な。はい、そうです。おうおうおう、え、パスタが晩餐ですか、はい、最後に食べたいの？いや、他にも食べると思いますけど。いや、ダメダメそれ一品。そしたらさ、ね、最後何食べたいって言われて、うどんとご飯とお味噌汁、あとお味噌漬けも、あのね、たくあんも欲しいとか、そういう風になっちゃうでしょ。いろいろでも、何品か、うん、それフルコースじゃん、セットじゃん。そう、フルコース食べたいです。定食でしょ、それ。うん、ダメ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 一品。あ、一品、うん、あの、一食で書いてありますね。たったの一品ですよ、はい、うん、あ、でもパスタですかね。パスタ、いや、パスタだったら、まあ、あの、パスタのみですよ。いいっすよ。あ、てか、ソース具とかもない、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 パリッ、パリッ、パリッって食べちゃう。ダメダメダメソース、うん、ダメです、ダメ、一品だから。一食って書いてある。気づいちゃった。でもね、ほんとそこいいんですよ。ずっとね、同じお姉さんが作ってて、まあ今は年重ねたんで。それはそうでしょうね。重ねなかったら安藤ロイドさんみたいになっちゃうから、びっくりしちゃうよ。あの、本当一人で切り盛りしてるんですよ、女の方が。一人で、うん、ずっと休みもなく。休むでしょ。いや、週に1回ぐらい。休んでんじゃねえかよ。休んでんじゃねえかよ。いや、でもすごくないですか、朝から晩まで、うん、いつ行ってもそのお姉さんがいて、うん、で同じ味をいつもお届けするっていう、そのよくないですか、なんか。いや、いいよ、だから同じ味じゃないと困るよね。いや、まあ、いや、でもほら、気分によってちょっと調味料入れすぎちゃったとか。いや、それ素人だわ。いや、ほんと、なんつうんでしょうね、うん、だから応援したい。あ、なるほどね。応援したい、あ、そういう気持ちもあるんだ。うんうん、そのお店がなくなっちゃう前に食べまくりたいっていうか。うんうん、なんで閉店？いや、わかんないじゃないですか。その一人しかいないから、うんうん、後継ぎもいなさそうだし。うん、そんなに奥まで入ってきたの？いや、もうずっと通ってんですよ。ずっと何十年も通ってて。うんうん、え、逆にじゃあそのパスタだけで3食いける？あ、行っちゃいますね。お、あ、誰かが止めてくれないとずっとパスタ、うん、パスタパスタになっちゃうんで、うん、自分でやめるようにしてます。え、じゃあ川島直美さんじゃないけど血はパスタでできてる。あ、そうですね、血はパスタできるか。流れない、流れない、言われたんや。すいません、大島さんどうですか、心に残るあの一食。そうですね、うん、私もイカの塩辛がすごい好きで。イカの塩辛、また渋いとこ行きます ね、うん、私も小さい頃からすごい好きで、うん、祖父母と一緒に暮らしてるんですよ。なので、そういうイカの塩辛と か、うんうん、なんかカリッカリに焼いたたらことか、なんか塩辛いものとかご飯と食べるのが大好きです。大変ですよ、あの体のことを気をつけないと。すごい言われますね、うん、親にもおばあちゃんにもすごい言われますね。へ、じゃあもう塩辛のみでもいいし、うん、まあ、ご飯と酒があれば最高ですけど。 お酒飲むんですね、うん、親父だね。でも塩辛だけでも大丈夫、うん、全然大丈夫です。私は、僕あのよく最後の晩餐って考えた時に、うん、やっぱ鍋かなと思って。鍋、うん、鍋だったらほら、なんとなく何でも入ってくるじゃない。あ、まあそうですよね、うん、で水炊きが一番いいんですよ。水炊きでスープ飲んで野菜も取れるし、うん、鳥も取れるし、最後じゃねえなこれね、健康になろうとしてもね。
うんうんうん、水炊きが最後締めでね、雑炊とか、え、雑炊も OK なんですか。雑炊も OK ですよ、水炊きだから。ずるいですよね、よね、一食じゃないよね。一食ですよ、水炊き一食じゃないですか。具とかもいっぱい入ってるし、鍋の後に雑炊とか言ってる、うん、ずるくない。女子怖えな、女子怖えわ。あのね、たくさんのねメッセージもいただいております。ちょっとご紹介させてください。こちらサクサクさんからいただきましたよ。人形町玉秀の親子丼が好き。行ってみたい。あ、行ってみたいか。今手を叩いたから知ってるって感じだった。あ、行ってみたいんだと思ってメモメモしてました。おお、人形町玉秀の親子丼。並びに行った。並びに行ったんだ、はいはい、お、並びに行って食べてない。やってなかった、やってなかったんだ、うん、やってなかったのに並ばんだやってなかったのに並んだってどういうこと。すいません、ごめんなさい。本当です。あの鶏肉と卵が大好物なのに親子丼があまり好きじゃないんです。だって鶏肉をボイルしてるんですもんと。肉がジューシーじゃなくなっちゃうし、皮がブルブルしちゃうし、でもこのお店の親子丼だったらふわふわのとろっとろ、思い出すと幸せな気分になりますということで。親子丼はうまいところはもう全然違いますね、やっぱりね。違いますね、うんうんうん、親子丼一回作って家で作るとちょっとやっぱりね難しい。出汁が違うんでしょうかね、うん、出汁と卵の加減とかも難しい、うん、あるよね。ちょっと待ってね、かなこさん今難しいって言いましたよね、はい、食事作られるんですか。なんでしょう、食事作られる。今背筋伸びましたけども、コック星野、コック星野、コック星野料理するのは何でしょう。男じゃないの、食材じゃなくて、男とかじゃなくて。え、何をですか、調理するのが。お、人の話聞いてなさい。聞いてます、聞いてますよ、うん、何何聞いてますよ。ちゃんと料理とかするんですか。あの波がありますね、するときとしないときと、うん、今はしないときに入ってますね何その氷河期時代みたいな、うんうん、やるときはやってまして、うん、親子丼も作りましたね、うん、へー、結構じゃあ自信作だった。いやでもやっぱ難しい、だから難しいなって今、うん、同調したんですけど、何か一番の得意料理は。え、肉じゃが。出た、モテようとするやつのねナンバーワン、肉じゃが。私肉じゃが作れます、ね、じゃあね、あと、うん、マグロアボカド丼。マグロアボカド丼、それ素材のみ素材のみ、切っちゃえばいい、うん、あとなんでしょうね、うん、カレールールーも作る自分で作らないんでしょ。市販の、市販の、はい、うん、カレーは入れる、煮込むだけ厳しいだってそんなんで料理さできるって言われてもさ、やっぱさ気持ちだよね。うん、わかりますね。そうね、だとしたら別に料理作るアピールしなくてもいいじゃないかやる気はありますやる気はある、なやる気、元気、いわき、ほらほらほらやめなさい何最終的に国政に出たいのやる気をアピールしてるんです。あ、やる気をアピールしてるんだ、はい、いや今日は楽しいですそれちょっと日本人離れした感じどうなんでしょうねまあ今日ね英語禁止ですからね。あ、そうでした、うん、ただもう冒頭でパスタって言ってますけどね。あ、言ってます言わせたんですよありがとうございます一曲ここでお送りしたいと思います、ペネームウィーチさんとマジカルさんからいただきました。とても爽やかな曲でホッシーの声によく合っていると思いますということでね、リクエストに関するコメントではね、ホッシー風邪治りましたかと。だから15日ちょっと風邪気味だったんですよねおなんだその昔話みたいな、お昔話に出てくるおばあちゃんだぞそれ熱あるんですか今。あ、一応あの薬を、薬を、うん、薬お今のね仕草だとすごい大量に飲んでる感じがする、うん、ちょっとずつ薬をね、ああ処方してもらって、はい、処方していただいて、うんうん、なんとか持ってます。持ってる。だからちょっとなんかでも今日は楽しいんで、うん、楽しさが、うん、薬になってますね。うまい誰かデコピンしてくださいさあということでお送りしましょう。さあ行きましょうかウイチさんとマジカルさんのリクエスト Hello Again。
送りした曲は Hello Again。 さあまだまだ続きます、このいろいろライブ。今日のテーマは心に残るあの一色。心に残るあの一色でございますけどね、はい、どうなんですか今ね、一応ランキングでね、最後の晩餐っていうので出てるのが1位がね、家族の手料理。わー、超打たれる心打たれる、そう手広げてますけどね今ね、うん、2位がね、寿司。寿司いやいや俺ね、そう言ったかな今言ったかな、もしかしたらいいかもしれないな。3位が焼肉。あ、いいね、あ、やっぱ定番入ってきてますね。4位がね、ステーキ。肉じゃあのね、そうなんだけれどもそうなんだけど、タナコさん、うん、コックかなのコックかなのあ、ギャラがあのね、僕のギャラの査定するのやめてもらっていいですか。ね、5位がね、おにぎり。おにぎり、うん、あ、いいかもね。お母さんに作ったってやつ、ね、やっぱなんかそういうとこに戻ってくるよね、うん、きっと戻ってくるよね、人って。でもあなたパスタでしょあなた人ではないのかなパスタ、アンドロイドアンドロイドっていう曲作ったら、あ、ね、いいですね。そしたらほら、もしかしてね、そういうドラマがあったらテーマ曲になっちゃうかもしれないよ。もう遅い2ね、2ね、はい、あとね、白いご飯とか、まあ、ラーメンも入ってますよ。 あとね、いいね、一番多かったのは卵かけご飯。あー、超いい。TKG だって。 TKG 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 TKG何何帰ってきて英語言っちゃった、言ってるよね、うん、金子さん発信ですから、ライブ前から、うん、びっくりしました。みんな言ってよ、うん、ちょっとじゃあここからですね、英語をたくさん言っていくコーナーにしたいと思いますよ。いきますよ、ここからコナミに関する新着情報をお伝えします。さあ今流れている曲はエターナルナイツレジェンドよりヘブンズマッスル、お送りしておりますが、コナミの新着情報でございます。はい、ということでエターナルナイツレジェンドの情報からお届けいたします。20ものタイトルで全国チャンピオンを決めるコナミアーケードチャンピオンシップ2013 KAC TKG、はい、エターナルナイツレジェンドの予選ラウンドが来週の27日日曜日にいよいよ終了となります。そうなんですね、はい、現時点のランキングを見てもトップ10がかなりの混戦状態になっており、うん、予選ラウンド最終週が見逃せない状況です。ここまでね、あの力を一応貯めといて、まあ、相手方が、ね、どう出るかみたいなところもあるかもしれません。そんなのありますよね。今からが本気。このエターナルナイツレジェンドはメダルを使って剣と魔法の世界を舞台にダンジョンを攻略しながら自分たちの王国を発展させていく冒険シミュレーション RPG です。はい、これ予選期間ですね、一応参加すると特典があります。 KAC のね、2013限定アクセサリーなどのアイテムがゲットできちゃうと、まあ、興味のある方はね、ぜひこの機会にプレイしてみてください。はい、あの詳しい情報は公式ホームページをチェックしてください。さあそしてさらに、はい、続いて本日20時半より放送予定のビーナマカッコ仮では、うん、ビーナスのお二人 DJ 吉高さんとソータ藤森さんが登場予定です。はい、ビーナス関連情報をお届けいたします。多分ギャグ言ってくれます、ソータ藤森さんが。あら、うん、今日一発ギャグ期待してください。はい、ということでぜひビーナマ聞いてくださいねはい、そしてさらに、はい、そして PS3、PS ビータ、PSP の3機種で10月24日に発売される実況パワフルプロ野球2013が、うん、一足早く全国のアミューズメントスポットで人気の音楽ゲーム、うん、リフレクビートコレットにて楽曲をプレイすると、うん、あ、見て、オープニング楽曲であるスタートが本日より配信開始となります。はい、楽曲をプレイするとあのパープルシリーズでね、おなじみのキャラクターのプレイヤーアイコン、あとショット音ゲットすることができちゃうということなので、ぜひね、全国のアミューズメントスポットに足を運んでください。はい、もうパープル2013ね、昨日野球ね、見てたらね、ちょうどあのキャッチャーの左側におー、でっかでかとね乗ってましたからね、あの そういうところもちょっと注目して野球見ると楽しいかもしれません。はい、そしてさらに、はい、そして次週10月21日月曜日には、うん、第9回コナユルを放送いたします。よ、ゴゾロップ、はい、今回のコナユルでは、はい、はい、発売直前ということで、はい、パワープロ2013特集を行います。うん、パワープロといえばやはり外せない選手育成など最速でゲームプレイを公開しちゃいますよ。
お楽しみに。はい、はい、ということで、ね、たくさんの情報を、お伝えしましたけれども、ぜひね、あのアーカイブでまた残ってますので、ゆっくりとまた聞いていただきたいと思います。さあ、ここで改めて今回のゲスト、星野かな子さんの新曲、帰る帰る店長、ご紹介したいと思います。ありがとうございます。帰る帰る店長、私、はい、見ましたよ PV。 ありがとうございます。踊ってみた。嘘だね。いやいや、踊ってみたあのね、そこ否定されても嘘だねっつって、もうヤンキーか。踊ってみたよ、本当。踊ろうとしてみました。そう、踊ろうと振りしてみた。うん、振りしてみたんだけど、踊れなかった。結構激しいじゃないですか。結構激しいです。あれ三回、二回連続はきついかもしれません。嘘。でもあれをライブでやるじゃん、でも。そうなんです。うん。今からちょっと怖い、うん、不安なんです。今から怖い不安。帰る帰る。帰る帰るにしなんで怖い不安。あれでも結構。大変ですよね。はい、振り付けとか覚えるのって。あ、そうですね、うん、あの一緒に踊ってもらってるマドンナダンサーズっていう2人なんですけど、マドンナ、うん、はい、1人が女芸人の方で、うん、その方が振り付けつけてもらってて、うんうん、コミカルな動きになってるんですけど、へー、ちょっとこれ、はい、検索するとすぐ出てきますから、カエルカエル店長、はい、ね、ご覧いただきたいと思いますけども、ぜひぜひお願いします。ちょっと曲の聴きどころなんかもお伺いできればなと。はい、この曲はですね、うん、飲食店の店長を応援している歌なんですけど、うんうんうん、頑張ってる人のための応援ソングでもある、うん、頑張ってる人のための応援ソング、はい、でもある、はい、ある曲になってます、うんうんうん、それはパスタ屋のお姉さんのこと言ってるんですか。あ、そうだからさっき、うんうん、あ、ここに持ってくためにさっきあの話をしたんですよ。めってそういう脳計算でなんか穴はまっちゃったみたいな。おーおー、いや本当ですよ、本当に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 ご苦労さん言うしかないじゃないのよ。なんなの。でもね、カエルカエル店長、あ、はい、そうなんですか。そういった頑張ってる店長さんとか、はい、店長さん、うん、スポット当てて、そうなんです、もう決して冷蔵庫に入るなよと。そうですね、いけませんよ。何の話ですかぜひですね、こちらご覧いただきたいと思いますが、はい、詳しくはコナミスタイルショッピングサイトをね、チェックしていただきたいと思います。はい、さあ、ということでですね、今回あれですよね、はい、カエルカエル店長 PV はぜひ自分で、はい、検索して見ていただくとぜひお願いします、うん、いうことになっております。カエルカエル店長で検索してください。なんでこれそもそもカエルカエル店長にしたんですか。これはどうしてでしょうね、うん、カエルカエル、うん、あ、だから引っ掛けて、うん、あ、カエルってカエルじゃないですかこれ。カエル、すいません、うん、チェンジする方のカエルカエル店長なんですけど、そう、お店をよくしていこうっていうカエルっていう意味と、うんうん、カエル、ケロケロのカエルを引っ掛けたんじゃないですか。ケロケロのカエル引っ掛けたんじゃないですかですか。あ、です、うん、あ、です、はいはいって校長先生に怒られた感じね、またね、うん、妹キャラなんです、かなこさんは。あ、私お姉ちゃんキャラなんです。妹キャラで、でしょうね、一人っ子キャラじゃないですか。一人っ子なんです、一人っ子なんです、はい、俺お兄ちゃんになってあげようか。お願いします。嫌ですどうして言うた、何なんだ、どうして一体何なんだ、どうして言ったんですか、ね、近づけて突き放すっていう、その手には乗りませんよね、乗ってから言わないでくれるびっくりしちゃうからこっちも倍返しだ来たこれジェジェジェ、何これ、いろいろ折り込んできた、いろいろ入ってますね、いろいろ入ってますね。ちょっと一曲言ってもいいですか。はい、こちらはですね、リクエストいただきましたささめさん、そしてモーピラーさんからリクエストです。 2DX を再開したのがハッピースカイでした、はい、新曲で収録された月光のフルサイズ版を聴きたくてアルバムを買ったのを覚えています。ありがとうございます。流れたらいいな、流しましょう。リクエストいただきましてありがとうございます。月光、隣浮かぶ
さあということでお送りしておりますこの夜ライブ森一丁と小野島かな子と吉野かな子がお送りしております。はいはいはい、なんかあのね質問でねかな子さんに、はい、何でしょう。モピダさんから星野さんもリフレクやるのかなって。はい、あの iPod で、あそこに iPad iPad ね、うん、あまあ、iPod でもできるかもしれない、はい、でやってます。おお、でも自宅でたまに。そうですね、うん、はい。結構あれですか、そういったゲームとかやるときって自分のなんだろう、溜まった鬱憤を晴らすとか、まあいろんなね見方があるじゃないですか。なんか上手くなりたいとか、あ、上手くなりたい、うんうん、上手くなりたいのとテンション上げたい、うん、テンション上げたい、聞いて、え、自分でじゃあ例えばそのゲーム以外でもテンション上げる方法とかって持ってます、はい、そうですね、カラオケに行って、うん、その歌に合わせて勝手に振りをつけちゃう、うん、勝手に振りをつける、あと勝手にフェイクをつける。ほー、じゃあもう原曲無視して、無視して、うんうん、原曲の振りも無視して、うん、自分たちで好きなように体を動かす、うんうん、へー、うん、あ、そう、机の上にあのダメですけど乗っちゃうタイプ、乗らない乗らない、うん、ちゃんと机は避けて、机は避けて戻るスペースを確保し、確保し、うんうん、で好きなように踊り歌う、踊り歌う、はい、え、あれですか、一人でですか。なんでそんなこと言うのもちろん今一緒に行って誰かと、うん、誰かと行って、あ、そういう仲間がいて、あ、そういう踊る踊り仲間、踊り歌う仲間がいて、踊り歌う仲間がいて、うん、はい、でみんなで、はい、はー、え、どんな曲歌うのが多いです。やっぱりスピードとか、うん、アムロちゃんとか、うんうん、あゆちゃんとか、うんうんうん、歌いますかね。ただ歌姫レーベルで、そうですね、うんうん、なんで今ちょっとおすますさんになったんです今更いや、ちょっと、うん、はっちゃけすぎちゃった。はっちゃけすぎ、番組中に反省するのやめて終わってから反省して、番組前にはっちゃけすぎて、うん、今おすましかなこで、おすましかなこで、あのコックかなこからおすましかなこになってきたんだ。今日はいろいろいろんな楽しめます、うん、うん、動画じゃなくてすみません、ね、本当ですよ。ちょっと動画で今度やりたいですね。やりたいですね、うん、ぜひ。えらいことになると思いますよ、ね、えらいことになってますよね、うん、さっきからさっきからそうですよ。もう言えないことや言えないことばっかりね、言えないことばっかりしてますね。してるかなこさん、ごめんなさい、かなこさん、え、スポーツとかってやってきたんですよ。今またお口チャックしちゃダメ、うん、今ねそういう時間帯だから、お口開ける時間だから今ほら、はい、うん、なんでしょう、スポーツとかやったり、あ、やってません、あの、うん、演劇部でした、ずっと演劇部、はい、でなんかあえて脇役狙って、うん、脇役狙って、はい、主役級じゃなくて、うん、あえて宇宙人の役とか、うんうん、はい、やってました。バイプレイヤーで、え、バイプレイヤーをしてたと。ちょっと何言ってるか分かんない脇役、え、英語言ったね続いてたの、英語でデコピンや、デコピンや、え、なんで そもそもさ宇宙人出てくる芝居って何なんか宇宙船の話で、うん、主役が宇宙人ではなく、うん、人間でした、うん、女の子の役と宇宙人が出てくる宇宙船の中でのお話、うん、へえ、うん、で墜落するみたいな、我々は、あ、そうです、まさにそうです、え、こんな感じ、こんな感じでやってました。こんな感じってあの伝わんない、あ、こんな感じでやってました。ほあえてそういう役をやるみたいな、うん、で笑かしたいみたいな、もともとだから笑かしたい精神が人より強かったと、うん、旺盛なんですね、思います。なんであれですか、お笑い芸人にならなかったいや本当はなりたかったと思います。な、え、誰の話ですかあの本当は好きですね、うん、だから多分お笑い大好きですね、もしかしたら、え、じゃああれですか、あの一発ギャグとかも今日は持ち合わせてきてないなんだそのいつも持ってますみたいな道具がいる感じ、この場に合う一発芸を今日はちょっと持ち合わせてない、ちょっとじゃあ分かりました、これ約束で、はい、今度のライブでワンマンで、なんでそういうこと言うんですか、一発芸をやりましょうよ。ワンマンあるんでしょ。あります、11月3日です。11月3日、はい、おお、ワンワンスリーの日、13時から、ワンワンそうです、うんうん、ワンワンスリーの日に13時から、うん、13時から、はい、どちらで、真昼の月夜の太陽というライブハウスです。真昼の月夜の太陽、はい、場所ってどちらなんですか。東新宿になりますね。おうおう、 東新宿の、あ、あそこだ、コンビニのとこ曲がったとこ、いや
大抵コンビニあるかなと思ったんですけども。いやない。はい、イオン新宿、うんうん、遠いにあるへ、あそこの角曲がったとこだ。だから角曲がんない、曲がんないで、ね、通りだっつってもね、はい、通り、うん、真昼の月、夜の太陽、夜の太陽というライブハウス、はい、はい、はい、こちらもチケットも、はい、詳しくはホームページでご覧ください。じゃあこちらまで、こちらまでない、ね、出てない。こちらまで、こちらまで、違います、違います、違います、まとまる、まとまらない、どっち、どっち、かなこさん、え、ライブのもうあれセットリストとか決まってるんです？決まってますよ。じゃあここで言いましょうか。あ、いいんですか？あ、ダメです。でも、うん、懐かしのビーマネ曲から最新曲まで、うん、懐かしのビーマネ、ちょっと待って、俺久々にドヤ顔を見たんですけども、やっぱ動画じゃないのがちょっと今日残念で、本当悔しいよ。あ、そうですか。動画に、ね、40曲ぐらい。そうだ、気持ちは。そりゃそうよね。気持ちは40曲。バンド入れてやるんですか？そうですね、ピアノを弾いてもらいます。うん、ピアノを弾いてもらって、はい、じゃあ、あとダンサー。あ、ダンサーと。マドンナダンサーズ。マドンナダンサーズ。はい、だったら芸人ですがと。一人、あ、そうです、一、うん、人芸人。もう一方は、もう一方は普通の、うん、マドンナ。マドンナ、普通のマドンナってないんだ。素敵なマドンナ。はあ、もうその方と3人の、はい、その方と3人のコラボレーションでお送りしていこうかなと、うんうん、じゃあ振り間違えた時俺笑いに行くから、あ、お願いします。何その監督みたいなの、やめてくれる。あ、そうですか。です13時から、はい、チケットも絶賛発売中ということで、絶賛発売中です。詳しくは今式ホームページに、はい、まあ、僕のホームページでもいいですけど、え、なんか載せてくれます。悪口とか書いてます。え、なんでそんなことするんですか。あ、リンク貼っておきます、リンク貼っておきます、お願いします、うん、約束しましたよ。怖い。もう、ね、女の約束怖い。女の約束と税金が一番怖い。あ、そうですか、はい、お願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ぜひとも来てください。ということなので、はい、ホームページを、ね、ご覧いただきたいと思います、はい、あれですよね、コナミのホームページにもリンク、コナエルの方からはするかもしないかもわからないということなので、載せてください。とりあえずツイッターの方では必ず載せておきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあまだまだ続きますが、ここでですね、一応リクエストさらにいただいておりますのでご紹介しましょうか。高橋さんからいただきます。いただきますって、ごちそうさまって言わなくちゃいけなくて、かなこさん、こう休むとこじゃないから。びっくりしちゃった。ちょっと風邪気味で。今さら水分が。かなこさんにちょっとね、読んでいただきたいなと思うんですが、コメントもいただいております。高橋さんから、アーケード 2DX では声優さんが歌ってましたが、うん、リフレクビートでは星自らがカバーされたこの楽曲をメディスンオブラブをリクエストします。はい、ありがとうございます。曲紹介お願いします。はい、それでは聞いてください、星のかなこでメディスンオブラブ。Don't know.
まだ続きます、このエールライブ。さあ今日のテーマは、まあ、食に関するものですね。最後の晩餐でも結構ですし、まあ、これは至極の、まあ、一食だよということでお送りしておりますけれども、食にまつわる、まあ、ことでいいのかなと思うんですけども、例えばですけどかなこさん、お口チャックしないでください。あの、ね、久々にその動作を見ました。昭和かうわっ昭和です何をそこまたドヤ顔で例えばですけども、ね、はい、好きな人と食事に行きました、美味しいものを食べに行ったんですけども、はい、これ引いてしまうわなんていうマナーとかってあります？マナー、うん、マナーですか？よくあるじゃないですか、くちゃくちゃそうとね、うん、立てて食べるとか、それはちょっと気になっちゃいますね。気になっちゃう。で、今一番気になってるのはなんかささくれ今向いてたでしょあ、違います、うん、あ、そう、いや、違う、どっちかなこさんハウス、いや、チャックじゃないそれ、びっくりする。他には例えばマナー、うん、話し声や笑い声が大きすぎるとか、あ、あれあれ、何々、あ、それは楽しくていいんですけど、うんうん、貧乏ゆすりとか揺れてると気になっちゃうかも。リズム取ってるかもしれないですよ、ちょっぱやの、あ、よしきだーっつってザザザザザザって違う、あ、うん、うん、あ、まあ、そういう音楽みたいな感じられたらいいですけど、うん、なんかちょっと違うなっていうのはイライラしてる、そう、イライラしてんのかな、だとちょっとせっかく美味しいのに、うん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 、気になるかな。よく最近ほら食事してる際にみんなあの、はい、Facebook 見たりとかね、あ、あの SNS 見たりとか、それはちょっと注意します。なんて言うんですか、え、せっかくね2人で来てるのにみたいな、うん、せっかく2人で来てるのに、2人で来てるのに、うん、なんでそんなの後で見ればいいじゃん、じゃあ、なんでそんなラップ調で言うんだ、うん、やっぱそういうの気になります。え、そんなませんか、うん、いや気になりますよね、うん、じゃあ2人の場合、やらないですもん、私絶対やらないですもん、うん、携帯、え、うん、うんうん、食べてる、見たりとか食べてる時とか、うんうん、じゃあ2人以上だったら5人ぐらいで1人そういう人がいい、それでも気になります、まあ、まあちょっと気になるけど、うんうんうん、2人の時よりは気にならない、あ、5人6人ぐらいだったらいいよと、うんうんうん、じゃあ他には、はい、口を開けたまま物を噛むとか、口を開けたまま物を噛む、これよくわかんないですね、ね、ナイフやフォーク、うん、箸で人を指さすみたいな、うわー、それはお主っていうフォーク、フォークで、お主はこれ食べるでござるかっつって、そういうのは気になる。笑いなら、うん、笑いならいいです。あ、笑いならね、うん、笑い以外で、これま、マジだったらちょっとね、うん、マジだったらブッチャーかって言っちゃう、フォークだったら、あ、言わないか、肘をついて食べる、あ、すいません、あ、肘ね、うん、うん、なんで今ついてみたんだ、いや、いろいろ考えてみてないかな、肘ない、うん、箸や皿を、あ、違う違う、皿とか器を箸で動かす、あー、よろしくないですね、うんうんうん、全体的によろしくないんだなこれまあ普通ってことですよ、まあそうですね、普通に常識人かな、うん、うん、私おお、なんでまたドヤ顔するんだけど3回目3回目、あれどうですか、例えば初デートの時とかって、食事とかで男子はよく迷うんですけども、何連れてきてくれたら一番嬉しいです、イタリアン出た、まあだろうなと思いましたけど、パスタでしょ、それかラーメン、うん、え、初デートでちょっと高えな、うんうん、いいものですね、うん、いいもので麺とかだったら、いいもので麺、やっぱ麺なん、うん、なんて言うんでしょうね、うん、伊勢海老丸ごとみたいな、あ、いいですね伊勢海老ラーメンとかね、いいですね、うんうん、伊勢海老ラーメンとかありますよ ね、ある、ありそうじゃないですか、ありますあります、ね、僕知ってるとこでうまいとこありましたね、本当ですか、今度はあの連れてってもらってください、誰かにうわ、すごい前に乗り出したこっちからこっちが言おうかなと思ったら、うんうん、そうしたかまあでもいろんなね、もう美味しいものありますからね、初デートはじゃあ、まあ別に彼氏とだったらいいかみたいな、あ、結構どこでも大丈夫です、あ、ちょっとじゃあね、うん、僕も一緒にじゃあかなこさん誘っていこうかな、あ、ごめんなさい、マネージャーが今ね大きな罰だしうちのかなこはちょっとつってやめとけ、うん、めんどくさいですよつってそっちかつって違います、ちょっとね、楽しいですよまた自分アピール、皆さんって、ね、とりあえずライブに見に来て、誰か行きませんか、ライブ、いやそんなにここでね、今晩空いてませんか、やめなさいやめなさいかなこさん、じゃあ時間と場所は、うん、8時に、うん、ミッドタウン、うん、ここから8時間も待つだいぶ待つよそれ、すごい、いいの大丈夫です、ちょっと皆さん、あの心と体をリフレッシュしていただきたいと思いまして、はい、かなこさんの新曲、お、
ちょっとお送りしたいなと思いますので。リフレッシュされます。リフレッシュされますね。それでは曲紹介お願いしてよろしいですか。わかりました。それでは聴いてください。星野かな子でカエルカエル店長。いらっしゃいませ。2名様でよろしいでしょうか。ただいま全席禁煙席となっております。本日お客様のお席をご担当させていただきます。星野と言います。あの数字お店大丈夫かな。言う通りにしただけなのに、なぜ僕のせい。店長も大変よね。利益なんてスズメの涙、ため息爆発さ。嬉しいよ。頑張ってやったって数字以外は見ない。二人ともだと困る。それ今晩待ってます。いやです。何なのこれ。花子さん、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりましたが、いいともか、いやいいともか、 今その時間っすよね。その時間なんですよ、うん、どうでしたか今日は。もうめっちゃ楽しかったです。日頃のストレスがなんか発散できました、うん、発散できました。そんなにストレス溜まってんだ。いろいろね、溜めちゃうタイプなんです。溜めちゃうタイプなの。最後にちょっとさ、かなこさんのストレス発散法とかちょっと聞いておこうかな。やっぱりよく食べる、うん、よく寝る、うん、よく歌う、おう、よく遊ぶじゃなかったな。そこはやっぱりシンガーなんで、ね、シンガーなんで。もうすぐワンマンライブも控えてますね。そうですよね。ワンマンライブが11月3日です。カエルカエル店長も歌う。え、歌います。振り付きでもちろんです。マドンナダンサーズ、はい、マドンナダンサーズと一緒に踊ります。あの皆さんもぜひ振り付け、ね、覚えて、はい、そう、覚えてきてくれた方がもっと楽しめますね。ぜひね、聞いていただきたいと思います。はい、まあ、詳しくは公式ホームページでご覧いただきたいと思います。はい、さあ次回このエルライブは19月24日に第9回放送をお伝えしたいと思います。リクエスト楽曲やトークテーマはツイッターホームページで告知いたします。どしどしリクエストもお待ちしております。さあということで、本日第8回このエルライブ、お相手は森一丁と小野島かなほど星野かな子でお送りしました。かなかなだ。ということで本日リクエストでご紹介した CD は8 Elements of the Star Articulation でした。さあそれでは今日のラスト曲です。よいどれすぶたまるさんからいただきました。 2DX を始めるきっかけになった曲ご紹介しましょう。アンサー。